く心配してたよ。一体何があったの？私は…ホムラちゃん、一人ぼっちになったらダメだよ。私なんかでも、話を聞くことぐらいなら…何も役に立てないかもしれないけれど、それでも、一人で悩んでるよりは、ずっといいと思うの。ホムラちゃんが苦しんでる時に何もできないなんて、私だって辛いよ。私ね、とても怖い夢を見たの。夢？あなたがもう二度と会えないほど遠いところに行っちゃって、なのに世界中の誰もかもがそのことを忘れちゃって、私だけがマドカのことを覚えてるたった一人の人間として取り残されて、寂しいのに悲しいのに、その気持ちを誰にも分かってもらえない。そのうちにマドカの思い出は私が勝手に作り出した絵空事じゃないかって自分自身さえ信じられなくなって、それはとっても嫌な夢だね。でも大丈夫だよ。私だけが誰にも会えなくなるほど遠くに一人で行っちゃうなんて、そんなことありっこないよ。どうして、なぜそう言い切れるの？だって私だよ。ホムラちゃんでさえ泣いちゃうような辛いこと、私が我慢できるわけないじゃない。あなたにとってもそれは我慢できないほど辛いこと？そうだよ、ホムラちゃん、さやかちゃん、マミさんに京子ちゃん、パパやママや達也、それにひとみちゃんやクラスのみんな、誰とだってお別れなんてしたくない。もし他にどうしようもない時だったとしても、そんな勇気私にはないよ。そうだったのね。それがあなたの本当の気持ちなら、私なんてバカな間違いを。やっぱり認めちゃいけなかったんだ。あの時私はどんな手を使ってでもあなたを止めなきゃいけなかった。マドカ、あなたにはね、どれほど辛いことだと分かっていても、それを選択できてしまう勇気があるの。あなたがあなたにしかできないことがあると知った時、あなたは自分でも気づいていないほど優しすぎて強すぎる。私ね、知ってるんだよ。ちゃん、そっか、やっぱりマドカも何も覚えてないんだね。もしかしたらあなたは幻かもしれないって、誰かが用意した偽物かもしれないって思ってた。でなければこうしてまた会えるなんて、どう考えてもおかしいもの。でもわかる、あなたは本当のマドカだわ。こんな風に一緒に話ができて、もう一度また優しくしてくれて本当に嬉しい。ありがとう。それだけで十分に私は幸せだった。もう行くわ、私まだやり残したことがあるから。ホムラちゃん、
うしちゃったんだろう、ほむらちゃん。ぎゅー。